川西市立黒川小学校は、兵庫県川西市黒川に存在する公立小学校、川西市内最古の小学校、また、川西市内及び兵庫県内最東端の小学校である。1873年に、黒川、国崎、横光の住民の運動によって、官路寺の建物の一角を借りて開校した。 創立当時の児童数は16人、教職員は1人だった。東谷村では、東谷小学校しか他になかったため、生徒数は増加の一途をたどり、1904年には北校舎を改築した。第二次世界大戦が始まると、大阪市や神戸市などの都会からそう遠くないこともあって、疎開する児童が増加。1945年に、 初めて児童数が100人を超えたため、1947年に南校舎を増築。終戦直後が児童数のピークだった。しかし、場所が非常に不便だったことや川西市政開始による都市化の進行に伴い、過疎化が進行。加えて1968年に一個ダムの建設計画が持ち上がって、校区の一部が水没し、 地区外へ移転する世帯が出ることが決定された。そして1977年3月31日をもって休校となり、最後の児童19人は東谷小学校に編入された。廃校や閉校の措置を取らず休校にしたのは、いつか子供が増えた時は再開してほしいという地元住民の意思を川西市川が尊重した結果だった。休校後は、 黒川公民館として一般に開放。貴重な木造校舎で使い込まれた机、椅子、教材が残されていることもあって観光地としての地位も確立している。なお、川西市は2019年現在も廃校としていない。ありがとうございます。